山日帰り温泉、奥日温泉号は、まあ、インバーと高山の中心部と異なりまして、インバウンドの恩恵を、まあ、あまりこのまま受けてこなかった。インバウンドの受け入れが可能なですね、旅館については、このインバウンドの恩恵っていうのを、この数年受けてたわけですけども、その他大勢の、旅館についてはですね、全くそういう体制ができてなかったので、まあ、国内客メインでやってきたんですけども、まあ、その国内客についても、まあ、移動制限でよって、ほぼ途絶えてしまったということで、非常に厳しい状況になる。この奥日温泉号についてはですね、コロナ前からもちょっと下がった。それに対して、今回、もう、ここまでのようにですね、コロナの影響があったということで。やっぱりあの5月の時はですね、9割休んでると思うんですよ。はい。まあ、車も通りませんし、その、この観光業界だけじゃなくて、運送業からいろんなものがもう全て止まってたんですよね。で、5月の連休っていつも車もいっぱい走ってるんですけど、道路の真ん中1時間くらい歩いてたって、車なんか全然来ないんですよ。まあ、海外の人も含めて、団体旅行っていうのはかなり減るんだろうと思うんですよ。ですので、いろんな部分がこれまで以上に、個人化っておかしいですけども、ある程度スペースを個人グループ的にスペースが使えるようなことはやっぱ常に考えておく必要があるんじゃないのかなと思います。世界遺産の白川郷ってのは今は一つ大きな観光目的じゃないかと。で、やっぱ欧米も含めたスタイルで言うと、やっぱ自然の中を楽しむというか生活するとかっていう一つのスタイルがあるんじゃないかと。基盤というか基軸をどこに置いて旅するかということで言うと、今までは高山ならね、高山市街のホテルに宿を取って、そこから今日は山行こうか、白川も行こうか、いやちょっと岐阜まで行こうかとかって言ったかもしれないですけど、今度はもしかすると自然の中のね、奥井田だとか白川郷だとかって、そこに軸を置いてちょっと町の方へ今日は行ってみようかなとか、そういう時代になるかもしれないですね。だからやっぱり私は国内の人にしっかりと来ていただいて、国内の人がやっぱ自分の場所を理解していただくとか分かっていただくことが、そこからまた発信していただけることもありますので、国内が大事だと思いますよ、どっちかというと。